こんばんは、大原ゆい子です。大原ゆい子のチルアウトラジオ、今週も始まりました。第44回目、ししです。はい、ということで今日は9月18日、1971年に世界初の即席カップ麺カップヌードルが誕生した日なんだそうです。へえ、カップヌードルね、カップヌードル制作秘話みたいなのを朝ドラでやってたの見てましたけども、カップヌードルはそうですね、子供の頃はほとんど食べたことなくて、ポケモンヌードルくらいしか食べたことなかったんですけど、大人になってからは豚キムが好きですね。豚キム、豚キムってやつ、はい。あんまり普通のカップヌードルとかは本当に数えるくらいしか食べたことがないですね。うん、なんであんまりすごい詳しいわけじゃないんですけども、カップヌードルのサイトをスタッフさんが送ってくださって開いてみよう。皆さんは食べますか？どんな時に食べるんだろう。私ね、ドラえもんで、またドラえもんの話になっちゃうんですけど、のび太くんがカップヌードルをもういっぱい食べるのが夢だって言ってすすってるあれがすごい好きなんですけど、あ、いっぱいある、あ、すごい辛いやつがある、辛うめえ、癖にある味の決め手は風味豊かなぶっかけ焙煎唐辛子、美味しそう、めっちゃ辛そうですけどね。肉だしうどん、え、カップヌードル、もうヌードルって別にいいのか、うどんがあるんだ、へえ、いろんなのがある。カップヌードル、あ、シーフードはねちょっと苦手なんで食べれないですけど、チリトマト、あ、欧風チーズカレーがいいな、うま辛カルビ味焼きそば、あ、これも美味しそう、あ、うま辛豚、あ、うま辛豚骨、うま辛豚骨美味しそう、こんないっぱいあるんだ、カップヌードルビッグとか、いろいろありますね。スキー場とかでね、そう、カップヌードルって言ったら私はスキーに行った時に食べた記憶がありますけども、スキー場とかで食べるのは美味しいですよね。以前好きなカップラーメンは辛めのカップラーメンが好きと言ってましたよねと書いてあるんですけど、そうそうなんですよ、私辛いの苦手なんですけど、カレーとかも甘口しか食べれないんですけど、カップラーメンは逆になんか普通の味のがあんまり得意じゃないというか、辛さがないとなんか、別に辛いがいいっていうよりも辛さでなんか旨味を感じてる感じがしますね。はい、あんまり、そうだから味わったことないから、味わい方が分かってないんですね。最近はカップヌードルそのまま食べるだけでなんかアレンジレシピも話題になってますよね。へえ、日清食品のサイトでちょい足しレシピから激変レシピまで紹介されています。やってみたいと思うレシピありますか、調べてみよう。ちょい足しレシピ知ってますか皆さん。よいしょ、調べる、ちょい足しレシピ、ごま激盛り担々麺風カップヌードル、いやこれちょい変じゃないですよね。あ、さっきの美味しそうな旨辛豚骨ってやつにごまをたっぷりかけてますね。 UFO 鮭弁当、 UFO に鮭乗っけてますね。これ美味しいのかな、どうなんだろう。わさび醤油 UFO、 あ、これ美味しそう、わさび醤油はいいですね。牛すき焼き丼麺、これ逆に具作んの大変ですよね。あ、すき焼き風 UFO いいな。普通に卵を溶いたやつの中にこう UFO をつけて食べるってことか。面白い、いろいろあるんですね。はあ、ちなみに皆さんはどうやって食べますか。なんか変わった食べ方とかあるのかな。私は辛いラーメンが好きって、その話して豚キムが好きっていう話したんですけど、
何回も言うんですけど、私は白米がものすごく好きで、多分麺より白米が好きなので、麺を食べ終わった後に白米を入れるんですよ。もう絶対太るんですけど、まあそんなの気にしないで、豚キム食べた後はご飯を入れて食べますね。あの太陽のトマト麺っていうラーメン屋さんがすごい好きで、そこはそう、それを推奨してて、食べた後に追いご飯をするっていう、そう、その文化がすごい好きなんですよ。なのでね、なので辛いのがなおさらいいっていう感じですね。スープストックとかも、あのラーメンの汁みたいなスープ、美味しいスープラーメンの汁みたいなじゃないですね、スープストックのスープとご飯を食べるっていうのがすごい好きで、そう、それをラーメンでやってるってことですね。すいません、語弊がありますね、言葉に。で、昔知ってる人いるかな、わかんないんですけど、コロコロコミックのおまけのページみたいな、なんか視聴者読者ページみたいなやつで、ラーメン、そのカップラーメン、味噌ラーメンかカップラーメンか忘れちゃったんですけどに、牛乳を入れると豚骨味になって美味しいみたいなのを書いてたんですよ。すごいそれ覚えてて、誰か覚えてる人いないかな。あれちょっとでもやってみたいなって若干思うんですけど、一回もやったことないですね。もし牛乳入れたことあるよっていう人いたら、ぜひお便りで教えてください。はい、ということで、そんなカップラーメンの話をしておりましたが、今週も大原ゆい子のチルアウトラジオとともに、あなたの寝る前の時間を一緒にまったり過ごしましょう。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはゆいちる .radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。見てみてください。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合は、ハッシュタグゆいちるをつけてつぶやいてください。それでは今日もまったりお聞きください。ゆいちる、大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる。さて、ここで皆さんに募集したメールテーマ、子どもの頃の遊びといえばを紹介させていただきたいと思います。大原さんが子どもの頃にしていた遊びで思い出すものは何ですかといただきましたが、難しいですね。結構一人遊びの達人みたいなところがあったんですけども、愛知の時はとにかく石集めとクローバー探しとおままごとみたいなのしてましたね。あとは一人で本当に物語を作って、こうシルバニアを動かしたりとかね、結構インドアな遊びが多かったんですけども、千葉県に引っ越してきて周りの友達のキャラクターが激変して、すごい、なんて言うんだろう、活発な子が周りに多かったので、もう本当にドッジボールに駆り出され、泥系をし、田んぼの倒しっていう感じで、まあ部活が休みの日は、そう、本当に近所で遊び回ったりしてましたね。うん。でも、最近、かまいたちさんの YouTube を見たときに、子供の頃はやってた遊びの話をしていて、で、濱家さんが、なんか、すごく地味な遊びを紹介してたんですけど、それを見た時に、あ、私も本当に同じようなことやってた。なんか手の上になんかこう、なんていうの、銀のなんか、金具みたいなのをこうぐるぐる回して綺麗になるかとか、本当にね、同じような遊びをしていて、かまいたちさんの濱家さんの遊びが本当に、そう、私ああいうことやってたなっていうのを思い出して、ちょっと懐かしく思いました。あんなに人がやってること見て、自分のね、記憶を蘇らせるっていうことがあるんだと思いながら見てたんですけども、はい、気になった方はぜひそっちを見てみてほしいんですけどね。え、本当に千葉に引っ越してきてからは外で遊ぶこと多くなって、本当に、なんていうんだろう、逆にあんまりシルバニアとかやらなくなりましたね、記憶だとね。うん。でもテレビゲームはもう今もめちゃくちゃゲームが大好きなんですけど、むしろ
昔はそんなにゲームしてなくて、やっぱりちゃんと時間決められていた中でしてたんですけど、兄がいたので兄がやってるゲームを本当に横で同じコントローラー持って自分がやってるかのように遊ぶっていうのが一番楽しかったですね。うん、前も話したかもしれないですけど、私は自分がプレイするのより人がやってるのを見るのが結構好きだったので、本当にそうしてましたし、今は逆にもうゲームするの大好きになっちゃったんで、ゲーマーの地質があったのかもしれないななんて思っておりますが、はい、ということで、まあ、皆さんからいただいたメッセージもね読んでいこうと思います。ありがとうございます。ラジオネームいっちさんからいただいています。僕が子供の頃、軽石を使って地面にお絵かきをしていました。特に当時ハマっていたアニメ鋼の錬金術師に登場する特殊な魔法人錬成人を兄や近所の子供たちと一緒になって描いていました。描いた後はみんなそれを消すまでが楽しい遊びでした。18年ほど経った今でもいい思い出です、といただきました。そうか、鋼の錬金術師懐かしいですね。錬成人って結構難しいですよね、魔法人描くの。すごいな。でもなんか憧れますよね、子供の頃って、ああいうなんかこう魔法とかそういうものに。私もあのドクターリンに聞いてみてとかで、こう風水のとか、あとはなんだろう、カードキャプターさくらとか、あとお邪魔女ドレミとか見て、魔法使えるんじゃないかとか、ほうきまたがれるんじゃないかみたいなやってましたけど、そっか、魔法陣は書いたことなかったな。鋼の錬金術師流行ってましたもんね、懐かしい。軽石とかってよく街とかに転がってましたし、なんなら私もよく道にかける石でこう絵描いたりとかしてましたけど、今なかなかそういう子供を見かけない、まあ見かけないところに住んでるのかもしれないですけど、見かけないですよね。うん、とかね、と道路自体が危なくなってるから、あんまりそういうことしてる子が少ないのかもしれないですけど、私子供の頃本当道でおままごとしたりしてましたけどね、まあ、全然車通ってなかったんであれですけど、懐かしいですね。うん、なんかいちさんの話聞いてちょっと私も鋼の錬金術師のことを思い出しました。へえ、懐かしい、こういうことやってたね。うん、ありがとうございます。では次、ラジオネームミッドさんからいただきました。子供の頃の遊びといえばカードゲームの UNO です。小学校の時は放課後に、中学高校の時は授業後の休み時間によく遊んでいました。この UNO と同じくよく遊んでいたトランプの大富豪過去大貧民はローカルルールの宝箱なので、どんなルールがあったのかを語り尽くすだけでこのラジオ1回分は使えると思います、いただいております。うわ、懐かしい。 UNO 懐かしいですね。私もよく友達とやりました。あとハリーポッターの UNO を持っていて、おばあちゃん家に行った時とかにいとことねやったりしました。懐かしい UNO ね。ローカルルールか分かんないですけど、ドロー4は重ねられるか重ねられないか問題ありませんでした？なんかドロー4の場合は重ねちゃダメとかね、ドロー2はいいけどドロー4はダメとか、あとはまあドロー4は重ね続けてよくてもうめちゃめちゃ取らなきゃいけないとかね、なんかそういういろんな、まあ、人それぞれにルールあると思うんですけど、確かに、あとなんだろう、なんか結構いろんなルールありましたけど、 UNO ってやらないと思い出さないですよね、どんなルールがあったのか。で、大富豪もそうですよね。大富豪もね、なんか友達と会った時とかに例えばやった時行って、あれどんなルールだっけって毎回、そう毎回そこから入るんですよ。で途中から、あ、思い出した思い出したってやってて、あれなんかルールが噛み合わないぞみたいな、でそこでローカルルールがね出てきたりとかするんですけども、皆さんなんかね、今チャットをやってるかもしれないですけど、こんなあったよみたいなのあったら教えてください。全然思い出せない。なんかね、今カードゲーム、なんていうの、ボードゲーム、そうボードゲームっていろいろあると思うんですけど、私も持っていて、で
結構前に友達とボードゲームやる機会があって、あのなんかねプロポーズをするっていうやつをやったんですよ、みんなで。あの言葉をいっぱい書いてあるカードをこう1人7枚かなんか配って、でその中で頑張って言葉を組み合わせて、プロポーズをするっていうね。でそれで一番プロポーズが良かった人が勝ちで、その受けた人が決めるみたいな、そのプロポーズを受けてる人がこの人の指輪が欲しいって言って、で指輪をもらってもらうって、指輪が4つ手持ちがあって、その4つ全部なくなった人がまあ勝ちみたいなあってやりましたけど、ああいうのもね結構楽しいので、ぜひやってみてもらえたらなと思います。いやカードゲームやっぱ面白いですよね。子供の頃やったカードゲームのあのシンプルさがでもやっぱり楽しいですからね。うんうん、ありがとうございます。で次、ラジオネームおみやさんからいただきました、ありがとうございます。私が子供の頃よくやっていた遊びはキックベースボールです。一言で言うと大きなボールを使って行う野球で、ルールの大まかな部分も同じなのですが、ボールをバットで打つのではなくサッカーのように足で蹴ったり、ベースから離れているランナーに対してドッジボールのようにボールをぶつけてアウトにするなど、いろんな競技の要素も含まれていて、野球を知らない方でも比較的馴染み深い、馴染みやすいのが特徴です。私の子供の頃は毎年夏休みに町内の子供が集まって大会が開かれるぐらい人気のある競技でしたが、イーコリーさんはキックベースボールをしたことがありますか、といただいております。懐かしい、おみやさんありがとうございます。懐かしいですね、やってましたよ結構。授業のレクリエーションでもやってましたし、休み時間にもやってましたし、あとはあのね、すごい覚えてるのが、公園を取り合って、あの友達の住んでるところの横に公園があって、そこの公園がすごいわりかし広かったんですけど、遊んでる時になんか違う学校、小学校の、あの男の子たちが遊んでて、ちょっとなんか小競り合いになったのかな、なんか場所の取り合いじゃないですけどになって、まあ、人数も同じぐらいだったからって言って、あのキックベースボールで対決しましたね。なんで男子と女子で戦ってるんだって感じですけど、やりましたやりました、覚えてますよ、すごい。でもそのぐらい結構私たちも頻繁にやってるような遊びだったのでね、おみやさんのその懐かしいって気持ちもめっちゃよくわかりますね。ルールすごいわかりやすいですし、なんかキックベースもね、やってたからかわかんないですけど、ね、野球見るの楽しいなって思うのにつながってんのかなとも思いますが、はい、いいですね、懐かしい。なんか大人になってからそういう遊びって絶対ねやる機会なんて小学校の先生とかじゃないとないと思うんですけど、やりたい、やりたいですね。なんかキックベースボール大会とかやりたい、全然ガチじゃないやつで、はい、ありがとうございます。うわー、レクリエーションしたいですね。うん。いいな。では次。ラジオネーム、松戸の会社員さんからいただいております。ありがとうございます。私が子供の頃にやっていた遊びは、駒回しです。私は東京から千葉に転校したのですが、転校先のほとんどの同級生が駒回しをして遊んでいました。私は早く仲間に入りたくて駒を回せるように必死で練習したのを覚えています、といただきました。おー、やっぱりね、転校するとそこの子供たちにどんどん遊び合わせていきますよね。なんとなく私もわかります。駒回しか。駒回しって結構コツいりますよね。縄をこう巻くのも結構綺麗に巻けなかったらダメとか、まああとはこう手のスナップとかもそうですけど、懐かしいね。今はね、駒回しもやらないですし、私が子供の頃はベイブレードがすごい流行っていて、まあ兄がいたっていう話を何回もしてるんですけど、兄がいたのでベイブレード一緒になってやりましたね。ゴーシューってやつね。でいとこの子とかもベイブレードとかやったりしてて、やっぱ駒回しってずっと子供はやるもんなんだなっていうふうに思ってますが、今もあんのかな、どうなんだろう。駒回しをする年齢の子が周りにいないんであれですけど、ベイブレードってまだあんのかな、
ねえ、でもあれは結構白熱するし楽しいし、コマ回しっていいですよね。あの糸に、糸じゃない、なんかコマ回ししてコマのその回した糸の上にこう乗っける人とかいるじゃないですか。ああいうのすごいですよね。できたらね、ライブとかでやりたいですけど、できないのでちょっと披露することはできないんですが、はい、何言ってんのかよく分かんなくなってきた。ちょっとなんか懐かしくなってきた。うん、子供の頃そんなことしてたななんていうことを思い出すと、子供の頃のなんか情景とか思い出しますね。あ、愛知行きたいな。うん、ということで、他にも皆さんメールたくさん送っていただきありがとうございました。はい、で楽しい子供の頃の遊びも終わりましたので、ここで皆さんに募集したいメールテーマを紹介します。ででん、やってみたいバイトは、ということで、皆さんが今やってみたいバイトを教えてください。皆さんからのメールお待ちしています。続いてのコーナーは、大原ゆい子のハマっているものやおすすめしたいものを紹介するゆいこれです。今回紹介させていただくのは、ででん、静かなるドンです。はい、こちらは結構有名な漫画なんですけども、また漫画かーって思われるかもしれないんですが、お許しください。今静かなるドンという漫画にハマってまして、絶賛まだゆっくり読んでる途中なんですけども、あらすじを読ませていただきます。近藤静也は下着会社プリティで働く平凡なサラリーマン。しかしその実態は関東最大の広域暴力団新選組の総長の一人息子だった。ある日、仕事をしている静也のもとに父の総長が襲撃されたとの一報が入る。静也は望まずして新選組の三代目になってしまったのだった。昼は静かなる平社員、夜は静かなるドン、ドンの二重生活が始まったということで、まあちょっとこう、なんて言うんだろう、難しい話では全然なくって、まあ平たく言うと男っぽい漫画なんですけども、こちら週刊漫画サンデーで連載されていたみたいですね。なんていうの、人侠者っていうのかな、人侠者っていうのかもわからないんですけど、私結構こういうなんかちょっと堅気生活とヤクザ生活のなんか二重生活してる漫画とか他にもね、なんか読んだりしたんですけど、こういうの結構好きで読むんですが、めちゃくちゃ面白くて、もう最近本当にハマりすぎて、そう、この間レコーディングの時に、いや、この漫画めっちゃ面白いんですよ、今結構読み進めててって話したら、ヘビーさんが、あ、めっちゃ面白いよっつって、そう、ヘビーさんも全部読んだみたいだったんですけども、はい、これのね、なんて言うんだろう、このドン、主人公のドンちゃんが、なん、すごい見た目とかキャラクター的にはものすごく喧嘩が弱そうな見た目なんですけど、あの夜の姿、そう、サングラスをかけるとものすごく強くて、なんかちょっとこうスカッとするんですよね。実は強いみたいな、なんかね、そういうのいいですよね。だから私ね、結構なんて言うんだろう、人に舐められやすい、人に舐められてるわけじゃないですけど、どっちかっていうとね、すごいね、舐められやすいあのタイプなので羨ましいんですよね。すごい実は強いみたいな、憧れるなと思って、これを読んでると自分も強くなったような気になれるっていうね、ただそれだけなんですけども、ものすごいあの面白い漫画なので、まあ、知ってるよって方も多いと思うんですけども、ぜひあのお暇な方は、長くて
見応えのある作品なので見てみてくださいということで、皆さんもぜひおすすめのハマってるものなどもメールで教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、この音が鳴ったということで、ここからは大原ゆい子が弾き語りをするコーナー、ゆい子守唄です。大原ゆい子が演奏したい曲、そして皆さんからのリクエストにもお答えしていこうと思います。今回演奏する曲は知らなければです。ラジオネームミスターチルドレンさんからリクエストをいただいております。 YouTube で君と光のミュージックビデオ過去高木さんバージョンを見ました。星に名前をつける時の曲ばかり聴いていたので、久しぶりに聴いて懐かしいってなりました。君と光もいいのですが、知らなければが聴きたいですといただきました。こちらは弾き語りね、したこと確かあった気がしますが、どこでしたんだろう、このラジオでしたかな。でもした気もしないので、ちょっと歌いたいと思います。この歌を歌うのはものすごくものすごくものすごく久しぶりですね。はい、なかなか歌う機会もないので、ではでは聴いてください。知らなければ。電車に揺られながら、目を閉じてまた思い出した。月の駅に着くまでに、ため息と一緒に捨てたいよ。コンマ一秒後の出来事に悩むほど住み着くこの気持ちを、知らなければ、知らなければ、君に少しでも触れなければ、気づかないまま笑っていたよ。勝手に苦しんでバカみたいだな。お送りしたのは大原ゆい子で知らなければでした。こちらのコーナーでは皆さんからのリクエストもお待ちしています。曲名とアーティスト名を書いてメールで送ってください。曲に関する思い出なども書いていただけると嬉しいです。皆さんからのリクエストお待ちしています。大原ゆい子のチルアウトラジオ、そろそろお別れの時間となりました。早い。最後に大原ゆい子からのお知らせです。映画深海のサバイバル主題歌のいつだってサバイバルは現在各種配信サイトで配信中です。そして映画もぜひ劇場でご覧ください。あとはみんなでどーもくん、毎月第1日曜日朝7時25分から E テレにて放送です。来月もお楽しみに。オープニングを出させていただいている花かっぱも平日毎日放送しています。あとは現在各種配信サイトで配信中の短編アニメーション青い羽見つけたの劇版を担当しております。ぜひご覧ください。あと大原ゆい子の好きな枕は、枕は使わないです。はい、枕は全く使えません。でもね、結構地方に仕事で行った時とか枕あると
全部抱き枕にして使ってます。まあ、使うとしたら柔らかめか固めだったら固めの方が好みですなど、大原ゆい子の個人的な告知は、すべての情報は私の公式ホームページまたはツイッター、インスタグラムを見てみてください。いずれも大原ゆい子で検索してみてくださいね。ということで、番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはゆいちる .radio@gmail.com。 メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合は、ハッシュタグすべてひらがなでゆいちるをつけてつぶやいてください。それでは大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる、また来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は大原ゆい子でした。バイバーイ。